ぱり日常生活の中での小さな違和感とか、ちっちゃい怒りとか、そういうのがなくならないように書き留めてるような感じで、井上瑞稀と申します。熊本県出身で、今は東京を拠点に制作活動してて、主にこうペインティングの作品を作っています。でこの作品、作り方、最初こうドローイングがあって、それを、スキャンして、でそれをプロジェクションして写して描いてます。でその上に、クリスタル樹脂を色付けしたのを椅子をかけてフィニッシュしている感じです。で他の作品も作り方としては同じになります。インスピレーションは日常生活の中でのイラストレーションみたいな、小さな違和感とか、ちっちゃい怒りとか、そういうのがこうなくならないように書き留めてるような感じで、経験として身体障害者の人とか、的マイノリティの人が身近にいたりとか、地元が震災にあったりとか、そういうのがあって、社会から疎遠化される人たちについてとか、社会規範について、差別の起きる構造とか、そういったものに関心があって作品を作っています。何をこう伝えたいかというより、自分が考えていることが伝わればいいなと思っていて、社会的に見て、見えにくい人、差別されてる人たちとか、逆に見えすぎちゃう人とかについて、なんでそうなっちゃうかとか、そういうどういう過程を通ってそうなったかとか、そういうのを考えなければいけないと思っていて、そういうのを考えつつ作品にしているので、何かしらそういうのが少しも伝わればいいなとは思っています。 ないものとされないように書き留めるじゃないけどなんか日記みたいな近い感じですけど、一番大きいのは家族、なんか父親が急に倒れて身体の障害を持って、でそれでこう周りからの眼差しとかがすごい変わったので、なんかそれきっかけ系もありますね、うん、であとは色使いに関してはあえてこう暗い感じの色はあんま選ばないようにしていて、それっていうのはなんかこう話題を話すときに明るく話す方が伝わることもあるというか話しやすいのもあるし、伝わりやすいこともあるし、そういったので、あえて明るい色を選んではいます。